こんにちは、リカリコです。はい、今回はというか、リカとリコがね、いつも着てるこういう T シャツ。うん。もう本当に夏は T シャツばっかり着てしまうんやけど、はい。みんなが多分見覚えのある T シャツをね、うん、ちょっと今回はたくさん用意したので、そちらをバババって感じで、ポイントだったり好きなところとかを紹介していきたいと思います。はい、ではもうパワーパワーって感じで紹介していきます。1着目はこちら。1着というか2着なんですけど、これはミルクフェザさんのやつですね。去年にスタイルブックのねイベントで写真展をした時にファンの子からいただいたんですけど、すごい可愛くて今でもずっと着ています。この服を出してる時に思ったんやけど、ミルクフェザさんの T シャツめっちゃ持ってる。もうやばいぐらい持ってますね。そう、 T シャツといえばミルクフェザさんみたいな感じで、うん、もうめっちゃ持ってる。でね、こういう時に双子は特、そう、お店に行って2色あってさ、どっちも欲しいけどな、でもどっちも買うのはありやしなってなるやん。だけど双子の場合は一人ずつさ、白黒とかピンクと青とか買っても好きな時にどっちでも着れるから、すごいね、それは得ですね。はい、続いてこちら。はい、これはね、もうリコが好きなポイント、ここ、肩がねちょっと開いてるんですよね。こちらはスパイラルガールさんのやつです。今日紹介する T シャツはね、お値段がちょっとわからないんですけど、そう、ほぼほぼねプチプラなので、うん、ぜひ真似して買ってみてください。スパイラルガールさんでね服買ったのはね、これが初めてかなと思うんやけど、 T シャツがすごい可愛くてこれをゲットしました。続いてがこちら。はい、これはアズールバイマウジーで、地元のねところに唯一入っているブランドで、すっごいねそこばっかり行ってました、三重に住んでる時は。でもだいぶ汗ってきてるような色がな、うん、はい、続いてがこちら。これは割と最近の動画でもリカが着てたかなと思うんですけど、うん、こちらはザラのセールかな、あ、ザラのセールの動画撮ったっけ、撮ったの時に着てたやつじゃない、買ったやつです。ほんまに夏って感じのプリントがされてて、それがすごい可愛くて、でお値段も結構安めだったので買いました。ここのネオンカラーがすごい夏感をね、より出してくれるので、そう、これがお気に入り。でもどうしてもインとかした時にここが隠れちゃうから、すごいもったいないなって思いながら着てます。サイズ感的にも結構ぴったりサイズというか、ちょっとゆとりあるかなぐらいやから、1枚と半ズボンとかでよく着てますね。続いてがこちら。はい、黒めっちゃ多いな。めっちゃ多いなんでか、なんで黒が多いかというと、引き締まるんですよ顔が。そう、そう、だから黒ばっかです。白の服着とる時より黒の服着とる時の方が顔がリコラ的に盛れるっていうか、なんか小さく見えるんですよ。そう、膨張するからな。そう、だからどうしても黒 T は多め。うん、はい、これはジュエ T さんの T シャツなんですけど、うん、すっごい可愛くて、さっきもさ、ザラのプリント T シャツももちろん可愛いんやけど、うん、これはなんかプリントされとるだけじゃなくて、なんかここだけが生地が違う。あ、そうそう、ツルツルって感じ、ツルツルって感じでな。ちょっとこれ失敗したんが、ママがねアイロンしてくれたんやけど、ここアイロンしたらシワシワになっちゃう。え、これアイロンやっけ、洗濯じゃなかった、洗濯やっけ、そう、洗濯やろ。洗濯した時にね、ここがねシワシワになっちゃって、それがちょっと残念なんやけど、でもまあ透明やったらそこまでわからんしって感じ。洗う時はね、素材によってはこう手洗いとかじゃないとダメなやつもあると思うので、皆さん気をつけてください。はい、はい、続いてがこちら。はい、これは白は膨張するとか言った後に出てきたんだけどこれはニコロンさんの展示会でゲットしたやつなんですけど、これはもうぴったりというか小さめサイズ、うん、ピタティよりもミニって感じ、うん、だからこれにデニムとか合わせたら可愛いかなと思って買ったやつですね、うん、これは結構前にゲットしたんやけど、白 T とか T シャツ系は好きで捨てれないので大事に持っています。でもさ、膨張するって言ったけど、うん、なんかすごい、それでも髪の毛こうさ、ここにさ残したらストレートとか、うん、にしたらそこまで膨張とかせんから、うん、でも夏って暑いからさ、崩れてしまうやん。そう、だからね、リカだけ黒ばっか着てますね。こっから白がちょっと続くね、うん、続いてがこちら。っていうかさ、紹介しとって思ったけど、うん、今回の夏
というかさ、今回の夏、うん、2019年の夏、こういう四角いの多い。あ、プリント、その四角のプリントめっちゃ多くない？確かに持ってない、めっちゃの。これはローリーズファームさんの T シャツなんやけど、丈がねちょっと長めなので、うん、あのここにベルトとかをしてあげても可愛いし、うん、長めというか横にも広いから、そうそうそう、ワンピースみたいな感じ、うん、だけどまあそのままパンツにインしても着れるし、普通に外側に出してベルトとかでやっても着れると思います。続いてはこちら、はい、これは H&M さんの T シャツです。これはね、5時に夢中っていう番組に出演させていただいた時に着てた T シャツなんですけど、そう、すごい可愛い。このハートがね、めちゃめちゃ可愛いです。その地球、うん、みたいになってて、そう、可愛いなって思いました。シンプルなんやけど、凝ってるデザインっていうのがめちゃめちゃ可愛くて、そう、これはこの色、一緒の色でおそれに持っています。これもミニティーやから、うん、へそが違って見えたりして、そうな、可愛いと思います。はい、続いてがこちら、リカ結構着てるんですけど、これも結構前に買ったやつ。そうで、これもアズールバイマウチ。そうそう、でもね、この生地と丈感とかがすごい好きで、うん、何でも合うのでよく着てます。リカは大人っぽくなるよね、うん、はい、続いてラストがこちら、はい、これはミルクヘドさんの T シャツでございます。めっちゃ多い。いや、ラストっていうか自分らの着てる T シャツも紹介するから。あ、そうやな。はい、ということで、あのラストに近いやつですはい、これはですね、ロゴがめっちゃ可愛いんですよ。そう、このさ、自体がいつものミルクヘドさんとはちょっと違う、うん、なんか強めの感じの自体やから、うん、すごいこれ見た時すごい可愛いなと思って、うん、すごくゲットしました。で、このね、こっちは白なんやけど、こっちのブラウンのカラーがすごく可愛くて、見つけた瞬間にもうゲットしました。はい、じゃあリカのドル、はい、これは、うん、コトリカさんっていうブランドで、あの展示会に行った時にね、うん、プレゼントしていただいて、そう、コトリカさんっていうブランドを知らなくて、あの展示会行ってみたらすっごい可愛くって、うん、もうね、一目惚れした。一目惚れしてブランドに、そう、すごいね、安いのに大人っぽくて可愛い、リカたちにはもう最適なブランドだなと思ったので、うん、これからも買いまくろうと思うんですけど、うん、その時にいただいて、でな、これ判明したことがあって、うん、こうさ、鏡見とって、何か今日びっくりして、うん、鏡見とってさ、こう髪の毛やっとったらな、鏡ってさ普通反転するやんか、うん、文字がな、そう、やのにね、文字がな反転しやんとそのまま映ったんよ、うん、でさ読めたってことやろ、鏡の文字がちゃんと読めたんよ、うん、えっと思ってさ、ちょっと魔法使えるようになったと思ったら、ちょっと影響でな、映画見すぎてな、その影響なんですけどそう、それでそっからさ、ちょっとこれ自体が反転になってて、すごいおしゃれやよな、そうそう、な、写真とか撮った時に可愛いよね、うん、そう、はい、続いてリコ、こちらまたまたミルクヘドさんの T シャツなんですけどこれは展示会でオーダーしてつい最近届いたやつで、うん、新作やと思うんですけど、まあもちろんね、ここの自体もすごく可愛いんですけど、さっきの自体とちょっと違うさ、あ、そうな、後ろがめちゃめちゃ可愛いな、でーん、でで、髪の毛が邪魔、はい、はい、じゃーん、めっちゃ可愛くない？超可愛い。これはこの色と白やっけ、うん、をゲットしたんですけど、他にも色あったら欲しいなってぐらい本当に可愛い。そう、もうさ、カラーバリエーションもいっぱいあるし、うん、本当になんか友達とどっか遊びに行くとかさ、うん、お揃いしたい時とか絶対いいと思います。はい、というわけで今回はリカたちが大好きな T シャツを皆さんに紹介してみました、うん、まあ、基本的に T シャツにお金はそんなにかけないんですけど、うん、だからどんどん増えていくっていうで、どんどん捨てれなくなっていくっていう悩みが、で、今クローゼットが大変なことになってるんです。いい収納法があったら教えてください外に溢れ出とる。そう、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。